我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アストラリュウです。さあ本日なんですが、希望をホープデッキをね、作ってきたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。まあ、主人公デッキなので、まあ、結構ね組んでる方も多いかなと思うんですが、なんかちょっとすげえ難しそうなだなと思って、あのオノマト展開するからちょっと組むのをちょっとためらっていたんですが、なんかパック向いてたらなんかオノマトがただ集まってきたんで、ちょっと組まざるを得ないくなってきましてですね、はい、組んできました。オノマトホープです。ちょっと一応いっぱい練習してきたんですけども、このデッキクソデッキの匂いがしますね。エレー制圧してくるんですよ、主人公らしからぬ制圧を。ユウセイさんと同じ匂いを感じますね。ユウギさんとか、まあ、ジュウダイさんは結構言うてそこまで制圧するかって言われるとなんかそこまでなんですけども、ユウセイさんとユウマくんって結構やることえげつなくて、なんか制圧力えぐいんですよ。これなんて言われてるかっていうと、ホープデッキ、そのなんかエクシーズ版ジャンドって言われてるんですよね、このデッキ。マジでやってるのえぐいっていう。まあどういう展開をするかっていうのは対戦を見ていただければわかるんですけれども、まあ最終局面どういう風な場面になるかっていうと、でまあ主人活躍させていくのはこの希望ホープドラグナー、今回の主人公ですね、このモンスター。これがですねめちゃくちゃ強くて、ボスロイヤル出たんですよ。これロイヤル加工で出たんですよ。組むしかないですよね。でこれはオーバーリュートを使うとナンバーズ1からナンバーズ100のどれかのナンバーズモンスターをエクシー召喚扱いでエクストラデッキから出せるっていう、なんかインチキエクシーズができるんですよね。でこのホープドラグナーをハイパーランクアップマジック、ユートピアフォースっていうカードで出していって、で自分のターンと相手のターン含めて、あこれちなみに誘発即時効果なんで相手ターンでも発動することができるんですけども、この効果使って自分のターンではその希望海流タイタニックギャラクシーとかライオンホープレートを出したりとかして、まあ制圧していくっていう。最終盤面はですね、まあ一番まあ綺麗に回ると、ライオンホープ、ペガサスを装備したライオンホープでモンスター効果を2回無効、それからまあ未来竜王ホープでモンスター効果を1回無効、それからまあ、タイタニックギャラクシーで、魔法カードを1回無効、それからまあバグースカでモンスター効果を1回っていうかずっと無効か、または、ハートアストラゴンで、エンドフェーズに相手のカードを全部除外する、これです。はい、正直これ決まると相手何もできずに死んでいきます。クソ強かったです、使ってね。ただしそのサーチカードがオノマトペアっていうカードがあるんですけども、これがもろにウララ踏むんですよ。びっくりするぐらいウララ踏むんですよね。これ手札1枚捨ててからサーチしてるっていうことなんですけども、ズババ系のモンスターたちをオノマトを、これがね、ビビるぐらいウララ踏むんで、まあ、ウララをケアできるように、墓穴と抹殺が入ってます。で、コンボパーツは3枚で、基本的には。まあ、一応、ゼアル・サーバス・アセンド・セージがあると、まあ、レベル4に並べればなんとなるんだけども、基本的には3枚で、オノマトと、それから、まあ、ズババンチョと、ドロード・ドワーフっていう、まあ、この3枚を揃えて、戦っていくっていう、デッキになってますね。一応、まあ、レベル4が2体並ぶんだったら、ホープダブルから、ライオホープまで繋げられるような、あ、これ違うよ、見えるようだ。ホープダブルから、ライオホープに繋げられるように、まあ、ダブルアップチャンスとかね、ライオホープレイからサーチするペガサスとかが入ってます。本当はね、もうちょっとゼアルウェポンいっぱい入ってたんですけども、ちょっと事故りやすくなっちゃって、ランクもあると勝てないんで、まあ、一枚に、抑えてます。一応。あとダブルアップチャンス引くっていうね、事故もあるんで、まあ、そこの辺だけちょっと注意していただければなっていう感じですね。はい。早速ね、アルティメット制圧展開やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。悪くないですけど、ウララケアはできないですね。はい。ウララケアはできないので、一回増援しますか。ウララ使ってくれ。ウララ使ってくれ。使ってくんねえかー。使ってくんねえかー。まあ、一回オノマトピアかな。どっちでも同じか。まあ、直接サーチか、直接サーチしないか、どっちかが。でだ。ピック発動したいんですけど、通ります、通るかどうかだけ教えてもらっていいですか。通るんですね。なるほど、じゃあ直接持ってくるか。一応ここでウララって言われて嫌だもんな。でだ、いやなんかあるんだよね、ゾウジーだったらケアできるんだよ、ドロードワーク、ゴーグローブを召喚ね、ここでエフェクトベイラーとか、無限法よって言われると世界終わるんだけど、こっから入ると、あ、ゾウジーは OK、 ゾウジーはいい、ゾウジーはいいや、ゾウジーは OK、とりあえずちょっと幼女でゴキブリ食べてもらって、
これだったら逃げるだけですね。私はケアしなきゃいけないのは、まあ、ケアしなきゃいけないっていうか、まあ、ケアできないんですけども、展開しまくるから。はい、でだ、ドワーフ効果、これで妨害がなければ最大展開までいきます。まず、希望オノマトピアを特殊召喚、まあ、この3枚をね、あ、これ番長の効果を使ってください。必ず番長の効果から発動する。はい、これオノマトピアの効果使っちゃうとちょっと展開違くなっちゃうんで、でドワーフと、ピアで、エクシーズ、三影獅子。で、三影獅子の効果と、三影獅子の効果によって、オーバーレイユニット1個使って、あ、ちなみになんですけども、ゼアルタクティクスをサーチするムーブもあるんですよ。ダランベルシアン使って。ゼアルタクティクス、ダランベルシアンを経由して、アストラルを持ってきてみたいなことができるんですけども、今回はドローではなく、盤面を作りにいきます、完全に。ものすごい場面ができるんで、ちょっと見てください、一回。で、オノピアでゴーギアスを特殊召喚した後に、この2体をエクシーズして、で、ゼアルサーバスを出していく。で、ホープセージはゼアルサーバスモンスター1体を特殊召喚できるんで、オーバーリミットを2個使って、デッキからゼアルサーバスを出していく。で、ナンバーズ以外の同じランクのモンスター2体で終われ。エクシーズ召喚現れよ、フューチャーナンバーゼロ。未来王ホープ、そして未来王ホープ1体を使ってオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズ召喚、フューチャーナンバーゼロ、未来竜王ホープ。これによって、まあ、一応2ミリはケアできました、まあ、ケアしてるかどうかって言われるとケアしませんけど。で、ドワーフの効果で特殊召喚してゴーギアスも出てくる。これでレベル 4体並ぶんで、未来竜王の後にだから、まあ都合レベル4のモンスターを何回特殊召喚してるかっていうと、1,2,3,4,5,6,7,8回してますこの段階で。でレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れよ希望ホップダブル、そしてゼアルサーバスの効果、そうゼアルサーバスの効果はホープモンスターの素材になるとデッキからランクアップマジックをサーチできるっていう効果、そして、ホープダブルの効果によって自身の上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築できるという効果、これによってダブルアップチャンスを手に加え、そして希望をホープダブル1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズ召喚、現れを重装合体ライオンホープレイ、そしてホープダブルのゼアルサーバスの効果によって、ランクアップハイパーランクアップマジックユートピアフォースを手に加えてしまう。そしてライオホープレイの効果、オーバーレイユニットを1個使い、デッキよりゼアルウェポンをこのカードに装備することができる。これによってゼアルウェポンペガサスツインセイバーを装備、これによってライオホープレイの効果で相手のフィールド上のモンスターの効果を1回無効、そしてゼアルウェポンペガサスツインセイバーの効果でさらに効果を無効にできる。そして希望ホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズ召喚、シャイニングナンバー39、希望ホープン、そして手札よりハイパーランクアップマジックユートピアフォースを発動、このカードの効果によりシャイニングナンバー39、希望ホープン1体でオーバーレッネットワークを再構築、エクシス召喚、現れよナンバー99、希望ホープドラゴン、ホープドラゴンの効果とオーバーレユニット2つ使い、エクストラ距離ナンバーズ1からナンバーズ100のどれかのモンスター1体をエクシーズ召喚扱いとして特殊召喚できる、現れよ希望海流タイタニックギャラクシー、これによりモンスター効果を3回無効、そして魔法カードを1回無効、そしてホープドラグラーの効果により1体モンスターを特殊召喚できる最強の盤面完成、これが圧倒的希望ホープ先行展開、やったぞアストラル、もうデュエルには勝った絶対に。これは言い過ぎか、あまりに強い、まあ、でもほぼほぼ返せませんからね、この。なにーバカルーバカルーバカな。バカな。俺はユーホープとタイタニックギャラクシーで何にくっす。増殖するんじゃないか、増殖か。よくもやってくれたなあの野郎。
くそレッドとフュージョン、くそ、なんか三方が一気に一まで返されたわ、最強すぎる。タイタニックギャラクシーとライオンホープレイ2体ともしょられるのやばいでしょこれ。まあでもホープドラグナーの方が残ってますし、まあ一応未来竜王がいるんで、まあこれでレベル4のモンスター2体でなんか例えばなんだ、多分これシャークデッキだと思うので、今盤面に出てるモンスター全然シャークじゃないですけど、まあ、シャークデッキだと思うので、あれですわ、例えばまあなんだっけ、お前か、まあ、お前の効果も一応無効にしてはいいわ。まあストレスクラーゲンはね、相手のカードを選んで破壊するっていう効果を持ってきますんで、まあ、これは無効にせざるを得ない。未来竜王ホープくんの効果発動、このモンスターの効果はオーバーリミットを1個使うことによって相手の発動したモンスターの効果を無効にし、フィードで発動したモンスターの効果を無効にした場合、そのモンスターをなんとパックることができる。あ、じゃあそのモンスターちょっともらうわ、ありがとう。これやってることおかしいだろ、どう考えてもおかしい。カッターシャーク、なるほど、いきますか。希望ホープドラグナーの効果、希望ホープドラグナーの効果によってオーバーリミットを2個使い、エクストラデッキより現れよ、ナンバーズ41、泥酔回収、バグエスカー、寝とけお前、お前寝とけお前、おらボケがよ。ユートピアフォースの効果は使わなくてもいいか、使った方がいいか、よかったか、今バグエスカー死ぬか、まあいいわ。最強超融合されたのに最強ニビル、いらな、超融合されたけどこの盤面できたのやばくないですかこれ、攻撃バグエスカー死んでいく、あ、これユートピアフォース入れてきたんですね。まあでもあれか、これあれか、あれだな、相手のモンスター破壊したら確か。さあお前からいただいた猛毒血をステルスクラーゲンパイセンの効果によってカッターシャークをぶっ破し、攻撃の半分のダメージ、はい、全員攻撃表示。全人類攻撃表示、バトルフェーズ入ります。もう一回言いますけど、この超融合されてますからね、この盤面超融合されてるのにこの妨害残してるのえぐいでしょ、どう考えても。対戦ありがとうございました。このデッキぶっ壊れたのね、やっぱり。あー、まあ増税ドルあるから、まあ割とまあ高校のハンドとしてはまあ非常に強い、ハンドランじゃないでしょうか。割とね、高校でも一応一滴とか入ってるし、あの増税も引けてることがあるんで、まあ割と返しやすい方ではあるとは思う、普通のデッキよりかはね。で裏田でしっかりと墓穴チェックをして、墓穴来るんだったら増人打つわ、墓穴来てくれ、逆に増人の方が通して、双剣は裏であんま効かないんですよね、増人って、双剣ってそこまでは。よし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 、まあ一応チェーンしとかないとね、1枚ドローが、まあ一応ここに裏打たれるっていうパターンがあるんで、チェーンしない選択肢はあるんですよね。これで多分さ、バクヤとか出てくるんじゃん。で、バクヤの他に増人チェーンするっていうのがあるんですよ。そうすると一応相手のウララが死ぬから。まあ多分さすがにそんなガン決まってることあんまないと思いますけどね。まあ一応今のでウララケアするんだったら多分今のところにチェーンしない方がいいと思う。はい。で、バクヤの効果で龍炎を見して、トークンが出てくる。いいだろう。まあここでね、多分増人通ってるから、だいぶ強いですね。で、このウララはマジで意味がないので、まあ、一回お休みで、あとはまあ双剣ムーブどこまでしてくるかですね。いやー、双剣暗転が重いな、一滴引いてくれ頼む。いや来ないか、一滴さえも来んか、一滴も来んし、なんかあのね、このデッキの弱点なんですけど、あれなんですよね、トラップケアしにくいんですよね。ライトニングストームとか一応入れとけばまあできなくはないけど、まあ、とりあえずオノマトピックの効果でなんか持ってきたいんだけど、なんかありますか。なんもない。まあ、裏は今向こうなってるから、相手の裏はとかあったら打ってるか、さっき。で、オノマト持ってくるでしょ。え、どこで暗転踏むかだよね。マジで暗転をどこで踏むか問題結構あって、
とりあえずオノマトピアから召喚してオノマトピアで暗転踏むと世界が終わるんだ。これ結構ダッシュってからのがいいね。ダッシュってからのがいい。これ一応これで暗転踏んでも一応一体は残るレベル4がで、オノマトピア効果発動。ここでちなみに今のところでオノマトピアとあれゾババ番長を破壊されると結構終わりますけどね。割と暗転が強すぎ問題。まだ妨害残ってんだもんな相手。暗転と赤章で、しかも赤章効果であれだもんな、照英も飛んでくるもんな。こいつどこで使ってくるかマジわかんねえの。キモ。まあ、とりあえず一回見かけ獅子行きます。見かけ獅子行ってでちょっと一回様子見ましょうか。未来竜王着地しねえかな。未来竜王着地させてくんねえかな。見かけ獅子効果発動、オーバーレイユニットを1個使ってデッキから岩石族モンスター1体を手札に加えるという効果を使いてんだな。なんかあるか。なんもないな。 OK でこれは一回ニビリ見ねえな、エッジをこうしてもらうしかないで、まあ、一回ドワーフ特殊ですね。でも意外と許されますね。どこで使ってくるんだろう。エレーなんか許されんな展開。なんかこんなに許されるもんなのか果たして。わかんねえけど、破壊耐性あるやついないの。暗転重すぎん。まあ、一回ゼアルサーバスをね出していくしかないでしょう。ここは一回着地許されるかな。これ未来竜王が出ちゃうんでね、これ確実に許されない気がするんですけどね。未来竜王が出てくるんで確実に許されない気はするんですが、とりあえずオーバーリミットを2個使ってゼアルサーバスを持っていきたいという効果を発動していく。さあどうする。なんかダダ通りするんだけど、え、そんな許されることある。そんな許されることあります。なんかえれえ許されっけど。全然打ってこいやん。暗転あれかな、やっぱ赤章の効果をどっかで。でもこれなんかもったいない気するけどな。どうしよう、あまりにも打たれなすぎて逆に困る。まあ一回未来利用するか、まずバンチョの効果使うかですね。バンチョの効果一応使ってきますか。バンチョの効果使ってオノマトピア蘇生しといてで、これでまあ何破壊されてもまあもういいか、もはや何破壊されてもいい。あんま変わんねえ。で、ここで未来利用か。ナンバーズ以外の同じランクのモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れよ。未来用ホープ、未来用ホープは一応破壊耐性があるんで、まあ、これで安定の盾もあると思いますね。で、未来竜王ホープを爆誕させていく。これで暗転は、大丈夫。未来竜王着地させてもらえた。なんでだ相手なんか、暗転だよなあれ。さっきサーチしてたぞ暗転。絶命した。これ相手、相手これデュエル中に絶命したのかもしかして。これダランベルシア行っていい、ダランでアスラル持ってくのありですよねこれね。結構レベル4のモンスターが3体でオーバーレイネットワークを再構築していく。あ、え、そうか。で、これは残しなきゃいけないか。これと、これと、あ、まあ、あんま関係ねえか。ハイパーランクアップは聞いてたわ。ダランベルシアンを攻撃表示。で、特殊召喚。で、3体エクシーズ特殊召喚からのダランベルシアン効果発動。オーバーレイユニットを3つ使って、アストラルホープ持ってきたいんだけど、なんかある。なんかすごい通るな。そんなに通ることあるか。全然使ってこんけど、マジで相手絶命したんじゃないこれ。なんか見たいのかなホープの動きを。じゃないとなんか全然なんかこの効果を何起動してこない意味わかんないけどね。でタクティクス発動したいんだけどな。タクティクスも許されんのマジか。なるほど、なんか全部通るぞこれ。多分相手絶命してるわ。多分絶命してる。で、ホープ出していこう。2体でオーバーレイエクシーズ召喚ホープダブルで、これで許されたらライオが許されるから、
エクシーズチェンジタクティクスの効果でカードを1枚ドローしていく。500ライフを払って1枚ドローして、これ、いや、さすがにダブルアップチャンスは引かない、多分大丈夫。危ないこれ一滴引いたらだって結構強いよ。でオーバーレイユニットを1個使うしかないか、1個使って、でこれでダブルアップチャンスを加えていきたいんだけど、なんかある、なんかあります、なんかありますか。ないですね。ここも許されますか。なるほど、結構許されるぞ。ライオホープレイ、いや、これもじゃあ許して、じゃあ許して、もうここまで来たら、もうここまで来たらこれも許そうここまで来たらこれも許せって。一滴引け、一滴、一滴引け、一滴引け、一滴、マジで。あ、ここで発動してくんの、何それ、さっきまでずっと見てたじゃん、なんでここで発動してくんだよ、なんだこのタイミング、意味わかんねえ。向こうにしたらあれだもんな、結局翔英の効果で選んで除外されちゃうもんね。ダメだな、これはスルーするしかないか。いや、結局翔英の効果は無効にするしかないんですよ。こっちはもう未来竜王ホープは絶対に死守する。でこれでどうすればいいんですか。これで除外されたから翔英の方が発動しますか。翔英の方が発動してそれはパクれるから、まあ別によくて、そう、あ、オッケーオッケー、あ、それはさすがに無効、まあ、そこは無効にしていきましょう。ミラリーオホープの効果、オーバーレイユニットを1個使って相手の発動した効果を無効にしていく。で暗転、ここへ来て、ここへ来て暗転じゃあやば。まあでも守る手段はないね。まあでも、あ、一応ライオンホープレイはあれか、ゼアルサーバスで守れっか。オッケー、いいよ、パーク。まあタクティクスはいいわ、タクティクスは破壊される。でゼアルサーバスが墓地にある場合、ホープ、光属性のホープモンスターを、破壊体制から守れるんですよね。破壊体制ですか、破壊から守れるんですよね。なのでこれでライオンホープレイ対象に取られてるから、ゼアルサーバスの効果を使ってこれで破壊されない。よし、耐えた、いける、やった。なんか知んねえけど相手全然効果使わねえから、なんかすげえ盤面返せてる全然効果使わないでも相手温存しすぎでしょ。初動に使ってたら俺死んでたけどね、普通に。まあ、これは一回まあ、サーチだけ入れて、で、まあ、圧縮だけして、さすがにうらら増地あるし抹殺もあるし割と強い。で戦闘で破壊できるやつは30秒、やばい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 、考えること多すぎて残り30秒、この初めて見た俺、こうなるんだ、残り25秒、やばい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 、時間ない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 、やばい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 、セット、これでエンド、ハイパー、いや、これ実使ってる時間ないな、エンド、危ない危ない危ない、やばいやばいやばい、やばいぞ。未来竜王ホープの妨害と一応うららと増獣の妨害か、今あるのは。抹殺でなんか向こうに行けるかもしれないぐらいか、ゴードね。あ、うらら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 で、はからされたら抹殺ではからする。オッケー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 、残り13秒、やばい、マスターデュエルで残り13秒だって初めてだ俺。いや、全然相手がブッシュだね。オッケービッシュだ、オッケー、相手がさ全然使わないからさ、なんかあれなんですよね、効果を。だからなんか展開全部通っちゃって逆に難かったんですよ。はい、オッケー。で手札1枚ね。でタイヤとかでも一応増地とかあるし、あー、オッケー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 、耐えてる耐えてる耐えてる、オッケー。190秒、あ、復活した、ありがてえありがてえ。180秒復活するのかなこれ、次の自分のターンになると。でオーバーレイユニット1個使って、ゼアルウェポン、ペガサスツインセイバーを装備、そして2800、一応ホープ出すか、希望オノマトペアを召喚、そしてオノマトペアの効果発動、オノマトペアの効果によって手札よりドロードワーフと、さらにモンスターを特殊召喚しないも、
そして2体のモンスターを使ってオーバーレイネットワークを構築。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。エクシス召喚現れよ。ナンバー39希望ホープバトルフェイス。希望ホープで貴様の顔面にダイレクトアタック。そして希望ホープの効果発動ムーンバリア。モンスター1体の攻撃を無効にし、攻撃が無効だった場合世代の速攻魔法ダブルアップチャンスを発動。そのモンスターを対象に取り、そのモンスターをもう一度攻撃可能にする。行けホープケンスラッシュ。うわー、案件想定早く使った方がいいぞ。あー弱っハンド弱っ。ライティドライブオーケー。ライティドライバーからのレフティドライバーオーケー。ハリファイバー、ハリファイバー、マスターデュエルでしかハリファイバー使わせんから。もうウェオディフェンダー、何ウェオディゴヨディゴヨディかやるな。こいつはヤバそうな展開が、ヤバそうな匂いがプンプンするぜ。カオスソルジャー壁きました。何なんか見たことあるぞ。あマジックカードに来るぞ。やばい、このコンボは、このコンボはデッキ内のマジックカードを好きなだけ発動することができる最強コンボ。まずいぞ。なんだろうカードは。原子のためだ。まずい、まずい。プレゼント交換、何あれ、なんか見たことあるぞこれ。見たことあるぞ。あれ、このコンボ見たことあるぞ。待ってくれ。プレゼント、待って、プレゼント交換でこれ何プレゼントすんの。あ、え、わからんわからんわからん。これはなんだ、わ、なんか、俺はなんか例のあの最強カードをプレゼントしたことあるけどな、相手に。原子の種やばい。普通に。やばい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 。これ終わった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 。なんか、やっと作業が終わったくさい。やっぱりこれだ、やばいやばい、まずい、まずくはないのか、別に俺が勝つから。やばいことしてるやん。いや、いいよそんな接待してくれなくて。おい、おかしいぞ。俺のデッキエクゾディアパーツ入ってねえのにエクゾディアで勝ったぞ。おい、どういうことだ、どうなってんだこのゲーム、神ゲーか。俺のデッキエクゾディア入ってないですよね、パーツ1枚も。なんかエクゾディアで勝ちます。え、いや、やった。